おはるちゃん宿題していく。お題教えて。どれ。16-3。カンチコチンやん、こんなん。うまい。6-3分からへん。分からへん。ええー。マジ？ね。6-3やん。三。合ってるやん。で置いといた10足したら13やん。ピッポン。あ、間違えて2だけ書いてた。あ、でも合ってるやん。12って書こうとしたんやろ。違う、23って書こうと思った。はぁ、引き算や。あ、合ってる合ってる、そうそうそう。ゼロ。なんでやん、10や。頑張れ頑張れ、こはる。頑張れ頑張れ、こはる。負けるな負けるな、こはる。パパ、算数めっちゃ嫌いやって。え、これ算数一番嫌い。嫌いやん、一緒やん。パパに似てきちゃった。数字見てたらもうキリーってなってね。あるもん。でもめっちゃ大事やで、算数って。算数ってめっちゃ大事な。数字と仲良くなろう。パパ、こっちが引き算でこっちが足し算。うん。これが27足し算で、うん、こっちが27が引き。うんうん。ああ、わからない。どれ。今やったのはここで、ここがわからない場所。カンチコチンやん。カンチコチン。何がわからへんの。6がわからない。6もぞえ。6が苦手な数字。なるほど。今6歳なんです。6はな、5に1個足した数字やな。それが6やな。5-4を知らん。5-4やで。5から4取ってんで。2 1や。ええ、1-2-3-4-5やん。4と5はお隣さんやで。5から4引いたら1や。で、6-4は6-4は2や。頑張れ、数字になれろ。小春はまだ間に合う。パパみたいになるな。パパ数字めっちゃ苦手。でも小春は、小春はまだ間に合う。頑張るんだ。4が嫌い。4が嫌い。なるほど。だから7-4分からないんだけど。7-4、癖もやなこれ。なあ、性格悪いね、この7-4っていうのは。まあ、頑張ってくれ。わかりません。応援してるから。わかりません。考えるんや。だって、ロック嫌いだから。考えることが大事なんや。多分。教えて。たくさんに言って、言って。口で言って。6-2は？ 6-2。うん、何やと思う？ 11。だね。6-2は4です。だから14だね。9-2は喋ってみたらいいな。9から2個引いて9 8 7 7や。もう書いたで。うん、すごい図だ。持ってたな。5-3、5-3、3、5から3引
いたら1、2や。